どうもこんにちは、今回はですね、Amazon で購入したステンレス製折りたたみ式の焼き網です。これまたですね、聞いたことないメーカー名なんですけれども、 Amazon ではですね、1000円で販売されているものです。そしてですね、評価なんですが、7件の評価があって星3つ。もうね、評価的に言えばね、かなり微妙なところにあると思います。星4つだったら買ってもいいかもしれないけど、星3つと言われるとですね、どうなんだろうという感じなんですが、まあ、こういったものをですね、あえて買ってみるっていうのも面白いかなと思いまして、今回はね、こちらをご紹介したいなと思います。はい、そしたらですね、こちらに網を乗せていこうと思います。どうかな。おお、どうだろう、ちょうどいいぐらいか。ちょうどいいぐらいだね。どうだろうな、これすっごい不安が残る感じですね。ここですよね、ここのくぼみにここを合わせるとかなりぴったりフィットな感じです。こうやって置いたらぐらつきがない感じですね。さあ、そういうことでですね、こちらがですね、今まで、いくつか動画にアップしてきましたけれども、焚き火台と炭バサミ、そして火起こしと火消しになってます。で、一番上に乗ってるですね、こちらが、今回問題の、ステンレス網ということになっておりまして、まあこれね、ここに置いてもいいんだけど、ここに置いてもね、多分ね、重さでこうやって外れちゃいます。外れちゃうので、五徳を置いてこんな感じでやってみましょうか。結構ね、それっぽい感じですよ。これはまあサイズ的にもね、横がこれぐらい、これぐらいずつ余る感じです。縦はね、ちょうどいい感じなのかな。横だけがまあ1センチ弱ぐらい余るかなという感じです。さあ、このステンレスの焼き網ですが、正直ね、あんまりいい予感してないです。あんまりいい予感はしてないんですが、まあね、これね、1枚1000円するんですが、まあ、1000円だったら失敗してもいいかなっていうのと、多分ね、この商品は Amazon で見かけて気になってる方っていうのもいると思うんです。なので、まあ、そういう方に向けてもね、まあ、ちょっと使ってみようかなということで、今回ね、これをね、購入してみました。まあね、ほんとね、人柱ですよ。人柱になるためにこれを購入したと思っていただければなと思います。そんなにね、すっごい欲しいもんでもなかったんですけど、まあ、こんなん見たらね、気になるじゃないですか。気になるし、これが良くても悪くても、まあ、どっちにしろ面白いなと思って、今回はこれをちょっと使ってみようと思います。この上でやっちゃってもいいかな。で、前回のね、残りの炭があるので、これはそのまま使います。まあ、一回火がついてる炭なので、また火がつきやすいでしょう、きっと。まあ、本当に前の動画でもお話したんですが、このね、周りに穴が開きすぎてて、外にね、炎が逃げていくと、炎というか熱ですね、熱が逃げていったりとかするので、この周りはですね、まあ、できれば何かで囲った方がいいのかなという感じがします。あとね、この一番下にも穴が開いてますけども、その穴をね、なんかこうヤスリかなんかで広げてあげると、もっとですね、火起こし器として、機能が上がるのかなという気がします。まあ、ただね、値段がこれ350円なんで、350円と思えばかなり優秀な、火起こし器なんじゃないでしょうか。ちょっとね、改良の余地が残ってるので、まあ、その辺は、見てる方のお好きにというような感じなんですけども、これはね、もう今のところ無加工なんで、まあ、無加工でも使えますよということで見ていただければなと思います。こんなもんかな。
さあ今回はですね、特にここに油を引いたりはしません。まあ、あんまりね、ここに油を敷く人ってのもいないのかなというのと、油敷きとかをね、普段キャンプに持ってきたりしないので、この状態でちょっと焼いていってみましょう。全然だ。まあせっかくなんでね、肉をどんどん置いていきましょう。まあそういったことでですね、まあ普通にね使えてしまいました。まあペラペラなのはね否めないんですけども、五徳を使えばですね、まあ普通に使えるかなという感じでした。まあそうですね、良かったことといえば、特にないかな。折りたためることですかね。折りたためることと、これね実はねバッグの中に入ります。購入した焚き火台のバッグに入るサイズでした。まあ持ち運びとかする分には結構使いやすいのかなと思います。ただですねやっぱりペラペラなので、五徳とかに載せないとこれ単体で使うっていうのはちょっと難しいです。あとはですねやっぱりあの普通の焼き網と違って手入れはねすごく楽です。普通の焼き網だとですね焦げたりすると手入れが大変だったりするんですが、焚き火台と同じでサイズ的にも形状的にも洗いやすいんじゃないかなと思います。油汚れとか焦げ付きがひどい時はですね、マジックリンでもかけて5分ぐらい放置しとけば、汚れもねだいぶ落ちやすい状態になってくれます。どうだろうな、これね買いかどうかと言われるとちょっと悩みますね。まあ、1000円ということもあってですね、僕は買ってもいいかなという感じはするんですが、熱によってね歪みが出てきます。まあその歪みをですね、まあ、ペラペラだし安いからしょうがないって思うのか、それともですね、そういった歪みとかが起きない、まあ起きないっていうのは結構不可能だと思うんですが、歪みが起こるようなものは使いたくないという方もいると思うので、何でしょうね、管理が行き届いたおしゃれな厨房のレストランで食べたいか、それともすっごく年季が入った屋台の調理器具で作ったものを食べたいか、なんかそんな感じなのかな。なんか僕的にはねそれぐらいの違い、それぐらいの問題かなと思います。ちなみにですね、歪みはちょっと起きるんですけども、その歪みもですねペラペラなので手でね力技でちょっと戻せば結構簡単に戻ってくれたりします。まあ、こういったね穴が開いてるステンレスの板っていうのを自分で用意したりとかですね DIY とかするのってかなり大変だと思うので、まあ、この値段で買えるんだったらいいかなと思います。ただねやっぱり鉄板なのでもっと厚さが欲しいかなというのは正直あります。多分ですね軽さを優先してこの薄さにしたんだと思うんですが、やっぱりねある程度の厚みっていうのはあった方がいいのかなと思うところもあるんですが、まあ、焼き網と言われれば焼き網の薄さなので、まあ、こんなもんかなという感じです。僕的にはね動画として使えない方が面白かったんですが、意外と使えてしまったので、なんというかこうちょっと消化不良みたいなところはあるんですが、まあ、これからもね使っていくものになるのは間違いなさそうです。もう歪みまくってね使えなくなるまではこれを使おうかなと思ってます。ということで今回は、Amazon で購入した星3つの焼き網、こちらをご紹介してみました。それでは